フランス・アダムスは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ軍、スコッツゲール出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のカンザスシティロイヤルズ参加所属。2015年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースで、プロデビュー。また、A 級チャールストンリバードックスと、 a 級タンパ波ヤンキースでもプレーし、3球団合計で14試合に登板して3勝1敗、防御率1.78、45奪三振を記録した。a 級タンパ波ヤンキース時代2016年は、a 級タン波と a a 級、トレントンサンダーでプレーし、2球団合計で25試合に登板して13勝1敗、防御率2.33、144奪三振を記録した。 2017年は AA 級トレントンとトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし2球団合計で27試合に先発登板して15勝5敗防御率2.245135奪三振を記録した2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングではヤンキースの組織内で6位にランクインしたシーズンでは開幕から トリプル A 級スクラントンウィルクス割でプレーし、8月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のボストンレッドソックス戦では先発して5回、3失点の投球で敗戦投手となった。この年メジャーでは先発で1試合、リリーフで2試合に登板し、0勝1敗、防御率7.04、ホイップ1.57だった。 2019年はリリーフ要因として前年を上回る13試合に登板し5月25日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャー初勝利を挙げたオフの12月18日にリーフとなった2019年12月23日にクリスチャンペレスとのトレードでロイヤルズへ移籍した2020年8月24日のセントルイスカージナルス戦で ロイヤルズの選手として初登板を果たした。オフの10月にはトミー・ジョン手術を受け、11月20日にマイナー契約で参加のトリプル A 級をマハ、ストームチェイサーズへ配属された。内野手のようなテイクバックの小さいフォームからホール、90マイルパーアワー台の速球とスライダーが武器である。ありがとうございます。